はい、どうもパンネルです。ドラゴンクエスト11続きやっていきたいと思います。ということで、クレイモラン王国に戻るのはこれ王国の中戻るのかな。これここの女王様がすごい怪しかったんでね、どうやら魔女を解放したんじゃねえかみたいな。でこのルーラーの先は大丈夫？合ってるっちゃ合ってるか。ちょっと左から行って、ちょっとあれだな、すいませんね、前の動画から続いての録画になってますんで、ちょっと体力とかがないんで、ちょっとキャンプで、そろそろ不思議な感じでいろいろ作れるようになってるんで作っときたいんですけど。凄腕キャンパー、逆、いや、シャールは実は魔女だったみたいな。そんなことはねえよな。それだったらあの時にやってるはずだもんな、こっちを。あれ、さらに氷ひどくなってないこれ。気のせいかな、あんなガッチガチのやつになってなかったよね。うん、こんなガッチガチになってなかったはずだな。てかさらに吹雪強くなってんのかなこれ。シャールさん、学者もいるもんね。こいつ、そういえば腕寒くねえの。皆さんご無事だったんですね。私このまま帰ってこないんじゃないかと、夜も眠れないほど心配で心配で。お、ベロニカね、もうお芝居はやめたら。ちょっとすみません、席が失礼しました。え、お、なんだ今何やった。やっぱりそれ私の呪文で受けた傷ね。あんたが魔女なんでしょう。あら、バレちゃった。メガーネ、なんという魔女の変身シーン。まさか魔女が女王様に化けておったとは。あんたたちが政治を倒してくれたおかげで昔の力が蘇ったわ。氷の魔女ってもうありのままのやつですよね。英雄グレイグを取り逃したあの時の借り、ここで返してあげると。さあ、私の腕の中で永遠に眠りなさい。凍りなさいだ、失礼。リーズレットを弱らせ金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。そんな力あるのかな。よし、やってみるか。魔女は物理が効くかな。どうすっかな、特技でゾーンに入ってなんか使えるようにしとこう。やべ、ベロニカゾーン終わる。おわー、これは多分聖なる祈りやっといた方がいいかな。
でも相手魔法だからな、聖なる祈りやってもあれかな。でもまあ回復量上がるだけでいいか。これ足払い攻撃、今の倍切るとありがたいんだけど、まだでも大丈夫か、攻撃するか。よし、攻撃しないともったいないよね。わお、なんだな、氷属性が上がったか。これめっちゃ効くんじゃない、すげえ効く。雪だるまに攻撃与えられない魔女って何なの。え、外した。いや、やべえな。よし、やばいのはどっちかっていうとセーニャがやられるのがまずい。ナイス、ここでやっとマジックバリアかい。ちょっとマルチナがやられるかもしれん。ナイス、今はまあベロニカやられても大丈夫かな。セーニャに任せとくか。こっちはこっちで、いやマルティナを回復させとこう。よしよし、甘いんだよ、これが結構痛いんですよね。あ、でももう黄色ゲージになってるな。おー、避けられた。吹雪が収まった。マルティナなんかすげー攻撃力高いですけど、いけるか。やべ、ゾーン入ってた。ベロニカやべえな、毎回毎回これで吹雪になる。なんとかこのターンで倒しきりたい。おお、早いな、ベロニカ倒せってことね。いや参ったな、これは失礼。回復しとこう。相手ゾーン入ってるからな。でもマルティナに任せるしかねえな。いやー、こっちも回復に専念になっちゃうな。なんとか、おお、こっち来たな。どうしよう。いやー、すまん、ちょっとマルティナに任せる。ここで雪だるま状態で多分終わるな。多分このターンで終わるんじゃないかな。大丈夫かこれ。セイニャ大丈夫。今の雷の杖を使ったあたりで、あ、もう終わるんだなっていうのは分かりましたね。8800ポイントか、なかなか高いっていうか雪だるまで終わってんぞ。ラリフォーマー覚えた。
そりゃみんな上がるよねレベル。お、連携技ユグノアの子守唄、高確率で眠らせるとかかな。いやーやっぱ強いですね。どん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 こう全体攻撃が強くなって、おお本もろたで。エキハルトさん、魔女を封印する呪文よ。よし来た。ポカポカズマパポテズマパなんか食品の CM っぽいな。あー、やめなさい、その呪文は。封印ムチョムチョズマパポチャズマパズマズマズマパポカ。なんじゃこの字は。ちょっとエキハルトさんしっかりしてよ。放送じゃ、ズマズマズマパポカジョマジョ。マフーバル、いやーね、謝るから許し。封印完了。あ、そういう解け方するの。あ、 USJ 動く。あ、動き出した。おお、いや、みんなスムーズに動き出したな。まあ俗に言うコールドスリープ状態だったんですもんね、きっと。うわー、光っとる。なんか誰か出てきた。あ、本物の。メガネっ子登場ですね。ここはご無事でしたか、シャール様。早くオーブくれ、オーブを。思い出しました、魔女が私をこの本の中に閉じ込め女王に化けていたのです。よかったら記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなることかと思いましたが、もう安心です。魔女は私たちが封じました。シャール様、こんなところにいたのですか。早くお城にお戻りください。大臣が心配しておられましたぞ。ありがとうございます、皆さんのおかげで。この人はなんとなく分かってたんだな。ああ、そっか、本の中にいたからみんなほど記憶のあれは、記憶についてはあるんだな、きっと。そうだ、本の中で聞いていたのですが、あ、やっぱり皆さんオーブが必要なんですよね。差し上げますからこれは国宝とかじゃないのかな、大丈夫。さあ、エッケハルト、その本を私に。待ってください、ジョー様、その本は危険です。私たちが預かっておきますわあら、そう、ちょっと抜けてる感じがする女王ですね。オーブはすんなりもらえそうよと。あ、そうだ、この本はマクーラーに預けておくね。なんなの、これでちょっと読めるようになるとかじゃないの。図書館になんか読めない本あったんですよね。手元に所持している額が3万ゴールド以上になったものに送られる。これじゃあ手持ち10万とかになるときっとまたなんかあるな。ちょっと失礼、道具で大事なもの、これか。なんかに使うの、なんなんだこいつは。いやー、どうなってんだ。急に縄文の氷が溶けて中に入ってみたらみんな普通に生活してるじゃねえか。今まで縄文が凍っていたと言っても町の人は誰も信じてくれねえ。うん、とりあえずオーブンもらいに行きます。やべ、18号。あら、旅のお方、せっかくクレイモランに来たならお城で女王様に会われていくといいわ。とても好奇心が強いお方だの。各地を旅している人の話なら喜んで聞きになるはず。18号、なんでこんなとこにいるんだ。なんだ、
こ腰が抜けたよ、こ腰があってあれでなんで腰が抜けたんだっけ。あれここはクエストねえのかな、まだ前も見たよなって。見てないなんて絶対嘘だろ、すぐそこ飛んでってたじゃないか。じゃあオーブをもらいにメダジョ学園の人たちが、ねえちょま聞こえますか。なんか言った。何も言ってませんお姉様、急にどうしたんですか。変に聞き間違いがしたら、まあいいわ行きましょう。いわゆる妖精じゃないですか。古代図書館にもなんか書いてありましたよね、妖精がどうのこうのみたいな。精霊か。いやそりゃオーブあるよ、城の奥にある玉座の間にいるよって。君らと話してる暇ないの。あ待てよ、本当の話っていうことはなんかあるな。世にも恐ろしい氷の魔女が現れて、ま、無視していきましょう。黙れ。二人にしか聞こえないな。ちょっとセイニャン黙れってどういうことよ。急にどうなされたんですかと。黙れだなんて私言ってませんよ。え、嘘でしょ。いや主人公も聞こえてんだからな。騙されてはいけません、私が本物なんです。なんだ。元の姿に戻ったのも全ては君たちのおかげだと。直々にオーブを私になる。なんか怪しいな、まだ終わってねえのか。すげえなこいつ、いつもと雰囲気が違う気がする。やっぱまだ本物じゃねえのかな。早速ブルーオーブを差し上げましょう。さあもっと私のそばに。いや危険だ、ちょまやっぱ 本の中にまだいんのかな。ちょっと待ってね、マックフライその本から声がしない。待って、私が本物のシャール、目の前にいるのは魔女が化けた偽物よ。え、そんなわけないでしょ、皆さん騙されてはいけません、本の中の魔女が嘘をついているのです。しつこいわね、私たちが二度も騙されると思ってるの。封印されたんだからおとなしくしてなさい。エッケハルトの呪文の栄称が途切れたことで封印は失敗したんです。おお、私を信じてください。魔女の嘘に騙されてはいけません、私を信じてください。どちらが本物か、10年間シャール様の教育係を務めた私が見破ってみせましょう。確かめるため私の質問に答えてもらいます。では早速いきますぞ。クレイモランに代々伝わる家宝とは何か、父上の教えを受けた女王様ならわかるはず。ブルーオーブこそ王家の家宝、私が本物なもの間違えるはずがないわ。ブルーオーブですか、承知しました。ではそちらはどうでしょう。厳しい冬を耐え抜き勤勉に働くクレイモランの民、それこそがこの国の宝。おお、偽物だ。そう、それこそクレイモランに伝わる王族の教え、全てが明らかになりました。やっぱエッケハルト失敗してんじゃん、怪しい。また首何回同じことやんだよ。あらまたバレちゃった、もういいわ、降参よ降参。え、また変身シーン、あ違う。あれどういうこと。せっかく取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。魔女を捕らえるのだ。ちょっと待ってって。
待ってください。何をなさるの女王？ここで帰ったら怒られる？失礼します。帰れなくなってる。あ、大丈夫だった。みんなビビってんな。どうなっとるんじゃん。ほうほうほう、まさか氷の魔女に操られているのか。うん、話聞こう。シャール様、そこをどいてくだされ。魔力を失ったとはいえ、制圧は氷の魔女、近づいては危険です。皆さん聞いてください。クレイモランを氷漬けにした彼女の行いは決して許されるものではない。でも私が本の中に閉じ込められている間、彼女は女王の重責に押しつぶされそうな私の相談に乗り、悩みを聞いてくれた。彼女の明るい言葉を聞くたびに父を亡くした悲しみは和らぎ、女王という責務に対しても再び向き合っていける気がしました。お願いします。もう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。なんてお優しい。女王様がここまで言ってるんだから助けてあげてもいいんじゃない。本当かよ。うむ、シャール様はこの国の王、その王が決めたことならば我らは家臣じゃねえのは喜んで従いましょう。なんて言うんだこれ。お人よしな娘ねって。リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイモランを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。あの方が助けてくれたからよ。私を本の中から出してくれた美しい顔をしたあのお方。もう知ってると思うけど、私は大昔に図書館にある本に封印されていたの。本の中は泣きたくなるほど退屈だったわ。でも3ヶ月前あの方が現れ、本の中の私にこう言ったの。ホメロス、お前を本から出してやろう。その代わり私に言うことを聞くんだ。まあホメロスだろうとは思ったけども。あなたいい男ね。助けてくれるなら何だってしてあげるわよ。でその頼みっては何かしら。お前がクレイモランを氷漬けにすれば、私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れる。その男グレイグを倒せ。それでまんまとやってきた英雄を利用して魔力を取り返すために聖獣を倒させた。ああ、そっか、あの聖獣倒しちゃったからか。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男は、その男の名は何という？さあ、名前までは知らないわよと。その私の封印を解いた後すぐにいなくなったから、まあでもとにかくいい男だったわね。グレイグはそれで感づいたんだな。多分っていうかな、そのペンダント持ってんのもあの方ってウゴウゴルーガじゃなかったんだ。ホメロスだったんだ。この度は本当にありがとうございました。お礼にこのブルーオーブを差し上げます。まあ家宝でも何でもなかったんだね。オーブゲッチュー。ねえ女王様、オーブもクレイモランに伝わる大事な宝なんでしょう。もらっちゃっていいの？そうだね。お父様が言ったように、クレイモランの民こそが我が国の宝。それならありがたくもらっておくわ。これからも女王様として頑張ってねって。オーブの使い道分かんなくていいのかな。心配しなくていいのよ、おちびちゃん。これから私が付き人としてシャールを守ってあげるわ。めっちゃ改心してる。っていうかこれ勇者って言えば、おーおー、あれ全部揃った？あ、6つか。シケスビア雪原を東に抜けた先にある始祖の森に向かい、命の大樹への道を開こう。みんな見えたかな。うん、一件落着。それにこの子にはいろいろな悩みがあるみたいだからと。いい人だね。そうです、よーし。じゃあ今回の動画は以上にしておきますか。時間がね、なかなかいい時間なんで。はい、じゃあ次回はエレベーターなんかあんのここ。まあいいや。
じゃあ始祖の森に行ってあれですね、オーブセットするところをやれればいいかなと思います。ちょっと動画外で行ってないところとかちょっと見てこようと思うんで、もし何かあったらまあ録画しようかなと思いますんで、よろしくお願いします。では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。